した。12時間連続ショールームもう残りラストということで、ラストだよみんな。エサーラは今回比較的なんか47、比較的っていうかもうずっと47時間配信ルームにいたので、マック食べて1万円の自分の分食べて、ハンバーガー3つでしょ、ハンバーガー3つと何食べたっけ、ポテト S とナゲットとサラダ3つと黒ウーロン茶4本とちょっと 4.5 ぐらいかな食べたんですけど、やっぱヘアバンドしか勝たんかったですね。ヘアバンドしか勝たんかったじゃないわ、黒ウーロン茶しか勝たんかったですね。いや12時間ほんとあっという間でね、え、びっくりしちゃった、もう終わるんだって思って、47時間の時もあっという間だったけど、12時間なんて秒だね。確かに秒かも。前はなんか夜中とかもやってたけどさ、今回はすごい健全な時間だし、虫も食べてないからすごい落ち着いてできた気がする。次は何の1万円企画かな。ナシーこんばんざい、こんばんざーい。次は何の1万円に挑戦するか楽しみだね。特典買うね。今日のめいちゃんコーチありがとう。いやもうほんとお腹いっぱいになってるから今。もうモードがお腹いっぱいモード、すごいお腹いっぱい、やばい本当に、こんなにお腹いっぱいでいいのだろうかっていうぐらいお腹いっぱい。満腹ぷくぷく、明日も晴れるかな、そんな曲じゃなかった気がするけど、まとめて一気に買えばよかった。あ確かに、サーラさんはもう今日はほんとパジャマはもうほんと普段寝る時の格好って感じの格好にしました。白 T になんかショーパン、なんかパジャマを着るか悩んだんだけど、言うてパジャマ着て寝てないしなって思って、結果普段 T シャツにとか、今は今着てるのは正直ショートパンツに長袖のスウェットを着て寝てます。もう私スウェット着て寝てる。めいちゃんのショーパン好き、あー嬉しい、映るか分かんないけど写真撮った時に。1、2の3、4でごま塩3、たくさんだと美味しいね。うまうまうまこちゃんでした。28、29、全員所沢っぽいからチケット買うね。わーありがとう。明日のライブは横浜サウザントクラブからのエビスリキッドルームさんです。ルームルームって感じなのでよろしくお願いします。サウザントからに変わりました。サウザントの方が早いです。土日会いに行くね。あ待ってます。エサーラ先週の土日はいなかったのか、普通にいなくて今月はいる感じです。今週はいる感じです。もう1週間
勝つんだじゃ。いやでも本当になんか12時間あっという間だなと思いました。だって普段よりもさ、普段の4分の1ぐらいってことでしょ。4分の1ってこんな秒なんだね。なんかシュンって終わったすごい2つのルームをこう並行してやってるからっていうのもあるけど、満腹姉さんお疲れ様です。ありがとう。まだお腹いっぱいだよ。全然今ようやくなんか胃あたりが、胃の部分がようやく収まった感じがする。次を帯企画やるとしたら何やりたいだろう。47都道府県のゆるキャラを作ってみたとかかな。あとなんだろう、でも私パズルはやってみたかった。ゆうみちゃんのやつ気が狂いそうだよね。あとは前回絵を描いたので写真を撮って一つの作品を作るとかはいいかもね。か、なんかこう映像を撮って編集してミュージックビデオを作ろうとか、編集もちょこっとならできるので。ぐらいかな。でも今回のトランプタワーが思いのほか面白かったのでおすすめです。トランプタワーすごい面白かった。満腹がだいぶ落ち着いてきたからアイスが食べたい。マジ？でも全然飲み物だけで過ごせる多分ここ。明日も別に起きてから食べないかもしれない。エサラ後半めっちゃ上手だった。だってあの後ジリアのルームでやってたんだけど、ちょっとだけね、全然成功したよね。しかも何が面白かったって顔上げたらタワーがなくなってたことが一番面白かった。めいちゃん後半上手くなっててすごかった。わー、これがハウスの T シャツ。トランプ買おうか一瞬悩んで、ね、めっちゃ面白そうやったやろ。こちらハウス T です。1時間で慣れるのすごい。でも集中すればやっぱ途中集中力なくなっちゃってマジあんま良くないけど、普通に舌打ちとかしてた気がするってやってた。あっ、あもうってなりました。短期なんで。名前ワッペンかわいいでしょ。ハウスティーです。ハウスティーかわちいだろ。ワイも T シャツ引いてやらな。そう、下滑るときはマジ T シャツ引いた方がいいよ。机がツルツルすぎて何も立たんかった最初。もう笑い止まらんかったもん。絶対立たんやろこれと思って笑いが止まらんかった。黒いところ出ちゃった。めいちゃん可愛かった。マジ素だったね。素ではないけどあんまイライラしないのに久々にイライラした。本当にあんまイライラしない。基本的になんかイライラするよりもボゲーってしてる方が多いんだけど、久々になんかもうってなった。おこおこ今日は巻きボニーです。ゆきちゃんやっほー。ちらり。まあ今回さ、この時間が限られてたからいいんじゃないかなと思います。一人しかおらん部屋で一人ずつやったら二人とも秒でできそうな感じだったね。どうなんだろうね。なんか二人でやってたから楽しかったところはある。
こんばんざい、バーガー調整中だけど食べるの飽きた。マジで頑張れ。マジでしんどいけど。ママママだよ。紙のやつなのに全然立たなくて、プラスチックでやってるメイさんたちすげーってなった。いや、むずいよね、あれすげーむずいって思った。私さ、上タオルケットがないと。冷房つけてるけど、冷房つけててもタオルケットがないと嫌な人。今日24時間テレビやってるよね。マジ早すぎてビビる。なんか毎年この時期言ってる。え、24時間テレビやってるのって毎年言ってる気がする。案の定今年も言いました。多分来年も言うんだろうな、24時間テレビやってるって。24時間テレビはなんか学生の時とかは毎年見てたし、一回東京に上京した年に友達と24時間マラソン見に行きました。武道館まで。城島さんの時。プリントさん、こんばんだい。去年の着てる、今年の買いたい。あ、 T シャツあるよね、その24時間24時間テレビ今年は1週間早い気がする。いつも8月最後の土日のイメージ。あー、そっか、そんなもんだっけ。なんかもうこのバンザイジャパンになってからこの時期って結構イベントとかがすごい詰まってるイメージがあって、夏だからさ余計に日付感覚がなくなって、うんって感じ。毎年のなんか記憶があんまないんだよね。鹿島さん、こんばんざい。全然去年何してたかとか覚えてない。ココちゃん、こんばんざい。カッシー、カシマだからカッシー。メイタンは、は、バーガー分サラダにしとけばよかったと公開中です。2時間以内ってことですか。2時間以内で食べました。ほんと目ギリだったよね。残り10分とかに食べ終わりました。お誕生日ケーキ買ってきた、大好きなんだ、ありがとう。改めてお誕生日おめでとう。いやでも本当にチーズダブルチーズバーガー1個が本当にきつかった。もうだったらサラダにしたらよかったって私も思った。いや、ハンバーガー3つがやっぱきついね。全然きつかった、本当に本当にきつかった。今年の誕生日ケーキはフルーツケーキ、フルーツケーキ。あと安原は結構飲み物が強いかもしれない。黒ウーロン茶4つは全然余裕だったもん。で後半マジ黒ウーロン茶しか勝たんかった。フルーツケーキ美味しいよね。バーガー3つはもう正直死を覚悟した。ナゲットよりも私はバーガーだったね。やばかったの、ほんとバーガーやばかった。マック食べたよ。でも結構みんなが一緒にジャンクフードを食べてくれてて嬉しかった。私黒ウーロン茶がイージーすぎてやばかった。黒ウーロン茶はほんとに4本余裕だった。むしろ私ジュリアとあゆちゃんにもらってるから 4.5 ぐらい飲んでるんですよ。で前回も5本飲んでるから多分飲み物は飲めるんだと思う。オンスピース今思うけどピースって名前いいよね。絶対みんなこれやってくれん。よくあんな飲めるよめいちゃん。でも逆に飲み物がないときつい、あんな脂っこいのだからだと思う。黒ウーロン茶サラダならめちゃくちゃいける気がする。いやサラダはマジ全然いける。どんなパジャマ、白 T に白のなんかニットのズボンに
か言うて白 T とこのズボンインしてる。お腹いっぱいでデブになりました。明日衣装ライブ出れない。夏だけどニットで白米の歯で、これは私がいつも着てるタオルケットで、しんちゃんナゲットに1時間はやばいね。ピースしてる画像とか全部写真と思ってる。これは写真。バーガー3つ秒で食べたけど黒ウーロン茶15分ぐらい。いや多分みんな飲み物を飲まずに食べてるんだよきっと。だからだよ。かわちぃありがとう。コーラ飲みたすぎる。コーラ飲んだら胃が爆発しそう。いや絶対炭酸ジュース飲めないなって。一回マックフィズ入れてたのブルーハワイ、絶対無理だと思った。癖がなくてちゃんと飲み物を飲んだって感じがある飲み物じゃないと無理。カボちゃんやっほー。スクショ大丈夫だった？トランプタワーの大丈夫だと思う。とりあえずいいにしたけど。いでまるもとひろさんこんばんは。こんばんは。10枚特典買おうとしたら弾かれまくってる。マジ？ちなみにまだ口内炎治ってないからね、ここの。なのにこんなバッグとか食べちゃって多分肌荒れるよこれ明日。マックしか食べてないほんと。言うてメイタン細いから大丈夫やって。いやほんと私これ終わったらマジダイエットって思ってる。え、どうなんだろう。10枚特典買おうとしたら。改めて素敵な誕生日にしてくれてありがとう。こちらこそだよ。会いに来てくれてありがとう。明日のライブお待ちしておりまーす。メイタンに会いに行けて幸せでした。うん、ありがとう。なんで弾かれてるの。明日は仕事、頑張れ。頑張って買うわ。お、頑張れ頑張れとは。ありがとう。眠っちい。10時間あと30分しかないよ。みんな結構でも今回のバンザイハウスの配信は画角とか良かったんじゃないですか。やっぱ逃げられない環境を作るっていうの大事だなって思いました。でも月末休みになるかもしれないところにライブが入ったらいけるのだが、しかし、しかし入ってない。特典買いました。よろしくお願いします。ありがとう、ジェス君。私ね、あの LINE の文字出てこない。LINE って言ったらダメかな。メールの文字上にさ出てくるじゃん、普通文字。あれ私設定多分消しちゃってて見えないんだよね。いや自分のせいじゃんけっていう。ライブはある、あるんかい。今月のラストは不定期定期公演があるのでお待ちしてます。大抵とコロナ、あ、それはあるね。そもそもロックダウンしたら終わりだよね。なんかライブなくなるやつはやっぱなくなってるっぽいし、結構スケジュールも2点3点してるのはあるので出てきちゃった。
メイタンに会いたいのに。メイタンはいつでも待ってるよ。パッパッ。大好きなのちゃんと言いたいのに。待ってます。ほんとコロナがね今やばいよね。なんかでももしまたライブがなくなったらさ、あ、ありがとう、おちゃんありがとう、よろしくね、りょうです。あまりにも会わんかったから忘れられちゃう。忘れないよ、大丈夫大丈夫だよ。カード満額なだけだった大丈夫、コンビニ払いにした。うん、コロコロさんにはもうなりたくない。私も一時期すごい太ってたから、本当に自制しないと余裕で私は多分ブクブク太っていくと思います。テーペロリン、自分が病みそうで怖い。でもあんま気にしんかった方がいいんちゃうかな、わかんないけど。うるせえ何の音だ、え、何の音、怖いんだけど。届くの楽しみにしてるね。浴衣も楽しみ。あ、浴衣もちょっとお待ちください。浴衣の時にはもう治ってたの。あ、治ってたの。明日待ってるよみんな。精神安定剤になるよ。23日行くね。待ってるね、待ってる待ってる。天丼マンいるかもしれない。うちアクスタの箱開けなきゃ。開けて開けて、ちゃんと。会えるの楽しみにしてるよ。メモ楽しみにしてるよ。あ、ジュリアが鳴らしてるのか。天丼マンいました、隣の部屋に。あ、すごい3332。23終わったらしばらく行けないから。あ、そっか、寂しいちゃんだね。開けた。さっきあゆも鳴らしてママ呼んでた。待って、これあゆみか鳴らしてんの。なんかガチャガチャかなんかのやつじゃないの。5人中メイタンが一番下で笑ってる。どういうこと。ああなるほどね、放送がね。寂しいのでハンガーに話しかける。ああ、あのハンガー、ね、ちょっと撫で方なんめっちゃわかる。ハンガー、あのハンガー無理やりなんか設置されてるみたいな。今家に面白いものがあるんだけど見せていいのかわかんないから見せられないんだ。見せれるようになったら見せるね、また。めーちゃんモンタラチッチヤッホー。明日は花火しようね。花火した。ハンガーに何かける。毎日レス来るよめっちゃいいじゃん、最善じゃん。最近はこの白米ちゃんを抱かないと寝るね。ただいまって言うとただいまって言ってくれてる気がする。マジで音声搭載されてた。ザスカンさんこんばんは、はじめまして。風鈴を鳴らしてたのね。風情があっていいですね。見てきた。ドッキリグランプリ見たかったのに全然見てないや。ああ、怖いよね結構音ライブは万歳、終わり24時間のやつ。ああなるほどね、めちゃめちゃいいじゃん。
仕事やったけどなんだかんだめいちゃんの企画全部見れてよかった。見てくれてありがとう。あ、見てくれてくださった方々みんなありがとう。特にマックは2時間だからね、長かったと思うんですけど、しかも裏がすごいさ楽しそうな企画するから、あれメイも参加したかった。ショーチーこんばんざい。餃子マーク、紅白衣装の時に全員写メやるかもしれん、タイミングが合えば。おわ、お待ちしてます。おなえさんこんばんざい。こんばんざい。マックは最後寝落ちました、ごめん。完食したんで。マックは最後寝落ちしました、ごめん。ジェンの方も増やす予定だし、あ、そうか、じゃあぜひ着せてめいに。みーちゃんかわいい、おしめんしか勝たん、すぎおしめん。勝たんですか。紅白だけ全員写メがない、あ、じゃあぜひゲットしてほしい。お誕生日の写メもね、まだやってないもんね、待ってます。明日はそうだね、でも意外と時間が遅いっちゃ遅いのか、明日日曜日だもんね、意外と。今日が土曜だから明日日曜なんだって思うと、バンザイのサイズとJのサイズ地味に J がでかい。あ、逆になんかアクスターめっちゃでかいって言われる、いろんなところのあの方から。やらなくていい説はないよ。タクロヤッホー、可愛くて見ていられないので落ちようか迷う。逆にな、レナ・マリア・アユミのお誕生日落書き写メが注文から4日で届いた、すごい早い。大好きなメイタンくださいな、チャイナ。はいはい、チャイナ、ちょちょ呼べ心地いい、ER ファンクラブ。眼科行かなきゃ。メイもこの前の落書き写メ届きました、笑顔止まらんす。結構みんな最近は届いてんだね、言っても遅いけど。あ、もち有機のサイズってそれぐらいなんだ、ちっこいね。そう思うと衣装じゃない時って考えてはいるが、とある返金がまだだから早よってなってる。ああ、早よ帰ってきたらいいね。すげえマックの匂いするこれ、臭い。浴衣の落書き写メ頑張ってカキカキしてるので待っててね。買いすぎて何が届いてないか分からんくて、この前の名古屋の時届いてないのに気づいた。アビコさんすぐ送ってくれて感謝、シェイシェイ。返金4万はでかい、それはでかいね、結構でかい。のじかこんばんだい。今日またさっきのトランプタワーのワンピースとかハウスの T シャツも新たに新調したので、ちょっとしばらくは節約およびダイエットです。いつも落書きじゃめ素敵なのありがとう。なんか携帯変えてから設定全部変わっちゃってマジ書きづらいんだよね今。
ていう愚痴ちょっと携帯直してくんないか。マック臭い？嘘。マックケーブルから、250枚ぐらいある、やば。一応全部取っといてあるんだよ、落書き写メ。あ、そうでもないかな、消したいのも何枚かはあるけど。たくさんこんばんだい、こんばんだい。アプリにも残ってる。メールの写メ楽しみすぎて落書きないけど、メールの写メすごい可愛かった、可愛く撮れてました。また何かあればあれば、はい、ツーショットとかがね今回あるので、それをちゃんと撮れるように頑張ります。マッシュ、元気ない時とか落書き写メ見てる。うん、マック臭い、マジ頼んだのにポテトにケチャップついてなかった悲しい。さあ、なんかメイがその帰り際にケチャップも入れてくださいって言ったら箱ごと出してきて、どんだけ入れるんやこの人って思ったけど、そういえば今すげえ私たちは注文してるんだって気持ちになって、何個必要ですかって言われたから、あ、2つで大丈夫ですって言って2つもらいました。元気ない時とかに落書き写メを見てる。私も推しメンの落書き写メ買ってみたい。散歩してくる、お散歩今から、気をつけてね。推しメンからの落書き写メ私も欲しい。そういうのやってる推しメン作ろっかな。配信のね、あ、そういうことか。他の子が何着てるのか知りたい。ピリリ、西原めいです。こんばんはーい。は、かわいい。死ぬ。中村くんさん。しめじのなんかランキングにいたから使っちゃうっていう。顔文字とか絵文字に結構使うブームがあって、結構移り変わっていく、すぐ。一昔前の JK がよくやってたポーズは何なんだろう。違うか、一昔前 JK、これ一昔前 JK ポーズです。なんかショールームの顔みたいな。一日お疲れ様、ありがとう。でも今日10時にさ個人ルーム終わっちゃうからさ、そう思うとすごくあれかも、健康的な生活をしてるかもしれない。朝起きて、お昼にマック食べて、まあ夜は食べられないけど食べて、考えるといつもよりすっごい健康的な生活してる気がします。特典も楽しみにしててね。いつ届くか分かんないけど、配信たくさん見れてよかった。見てくれてありがとう。また月曜日ね、バイバイ。バイバイ、ありがとう。マックの量以外は健康的ですね。確かにマックの量だけアホみたいな量だったけど、まあ三分割すれば野菜とハンバーガーと
黒ウーロン茶を3食って感じかな。あとナゲットとポテトをちょこっとずつって感じだから、まあそう思えば1日の摂取量でいけば、まあ、カロリーはバカだけど、まあ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 、まあ、って感じかな。月曜日もたくさんお話ししよう、大好きよ、ありがとう、いっぱいお話ししようね。パカ待っているよ、とてもとても待っておる。最近ゴールドアクセにハマってます。言うてシルバーアクセよりもこっちの方が肌なじみはいいんすよね。この間まで結構ピアスやってなかったんですけど、理由は珍しく耳から大量出血したから。押すとこ間違えたんだと思う。待っていてね、パー。久々に見たその絵文字、顔文字、絵文字、待っているよパー。でもトランプタワーが結構悔しいというか面白かったから、またやりたい気持ち、すごい楽しかった。ああいう黙ってやる作業すごい好き、私は。だけど前髪ちゃん、前髪ちゃんがパフパフしてるよ、前髪ちゃんが。曖昧なテンポで心をダダ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 ダ嬉しかった。誰かが出してた恋とか愛とか借りたいわけじゃないけれど、とりあえず一歩ずつ進んでみようかな、その答えが見つかるまで。間違いはいつだってそこにある、だだ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 青い春、覚めない夢心地、私たち今繋がっていく、シネマグラフ。まあ言うてシネマグラフ歌ったことないんですけどね。あと15分しかないよみんな。47時間じゃないから、なんかもう終わるんだって感じ、本当に。次もし何か企画をやるとしたら何がいいんだろう。47時間マラソンしよう。できんのかな。寝ずにはきついな。でも嘘です、個人ルームはいつもゆっくりしてたわ全然ゆっくりしてた。でも今日は配信にいっぱいいたんですけど、まあこういう日もね、こう楽しんでもらえてたら嬉しいよね、すごく。あとはなんだろう、47時間またやりたいなってすごい思った。なんかできるんかね、47時間帯企画。47時間作るので楽しかったからさ、じゃ次はナノブロックを作ってみようにしようかな。仕事で全く見れんかと思ってたので休憩や退勤と噛み合って見れてよかったです。タイミングが良きだったのね、本当に。みんな結構タイミングよくみんなが見れる時間だったのかな。まあ、お昼時と夜にかけて、夕方から夜、ちょうどみんなが帰宅する時間なのかな。明日のライブはサウザントクラブ横浜のと、
どこだっけ、あ、エビスリキッドルームなんですけど、来てくれたら嬉しいなーの気持ちいいです。今日仕事だったのを休みにしたから朝からずっと見た。嘘マジで、お仕事お休みしたん、それはお強い、それは強すぎる、やば。すごい名前の人がいる。さよならポテト、さっきポテトいっぱい食べたよ。ん、食べてないか、 S サイズしか食べてないわ。でも本当に12時間やったけど、なんか本当企画3つぐらいしか参加してない。でも12時間で、まあ、このオンライン含めて3枠参加できたのはすごい大きいんじゃないかなと。東京行こうとしてた日に会議入れられて出勤になってたから代わりに今日休もうって。あ、そうなの？会社は爆発しよう。黒ウーロン茶しんどい。嘘、め、黒ウーロン茶が一番簡単やった。黒ウーロン茶とサラダがやっぱありがたいなって思いました。計算ちゃんと合ってた。あのお会計もちゃんと1万40円で、店員さんにもメモ帳にまとめたのを見せて、ペッて、昨日ルンルンでシフト変えてきた、東京行く日はまた計画する。はっ、サーラ最近足がかゆいかゆい言ってるじゃないですか。見ました、私のムッシュサルブ、あれほんの一部に過ぎない、あれ4分の1だよ。だって左の足首の左側面しか見せてないから、あの内側と右足の方にもまだいっぱいあるし、左足はすねも刺されてるから見えてない箇所にもいっぱいある。やばくない、あの数、マジ飲み放題すぎない？絶対にさ、一回所飲んでさ、よしっつってさ、またすぐ飲んだよね、あれ。じゃないとあんな塊でさ、すごいやんな。味がボコボコ。なんか一応さ、ぼかさない写真もあるんだけど、やっぱ一応ね、足だったからぼかした。で、あの、丸つけて、ここに、ミサザイがあるんだよってみんなに教えようと思って、どんな画像って思われるやろうなって思いながら作りました。一部もう全然ハンバーガーより全然簡単だった。いやでも本当に胃が爆発したかと思った。胃っていうか食道、もうここまでハンバーガーだったよ。危ねえ、消えた、落としとかだった。ほんとハンバーガーが胃から消えなくて、こんなに苦しいことあるって思うぐらい苦しかった。ものすごい苦しい。背中痛くなるんだよね。わかるでしょ、わかるでしょ。じゃじゃじゃん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 、うんめんじゃ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 ん。背中が本当にね、なんか肺にまで食べ物入ってきたなっていうぐらい苦しかったです。大食いの人たちはみんなあんな気持ちで戦っているのかと、日々そう思うとすごいなって思います。ただいまお帰り。だって本当になんか口の中には入れられるんだけど飲み込めないんだよ。めいちゃん、めいちゃん注文した、ありがとう。
かぼちゃパーク食べきったからね。もうでもまた1年後でいいや。あんな苦しいのマジで苦しいんだよ本当に。今からでも出るんじゃないかって思うぐらい苦しかった。あんな苦しいことは他にない。食べきった記念、食べきった、ほんと偉い、いっぱい食べた。ほんとだってバーガーを3つも食べることなんてもうないからね。ほんとに飲み込めなくてやばかった。モスサイドメニューあんま充実してないイメージ、結構きついイメージがある。おはげちゃんやっほー。今のタラサタタタタタタタ、焼肉食べ放題で吐く寸前まで食べた時はやばかった。焼肉食べ放題はやばそう。だって私も食べに行くけど全然程よく終わっちゃうもんね。食べ放題向いてないタイプだと思う。全然食べきれてない。めっちゃ落ちてした。ありがとう、おはげちゃん。で、焼肉食べ放題ってもうお肉を食べようっていうか、しっかりご飯食べるから。白米マック完食祝いでお任せしました。ありがとう、ありがとう。どの特典でもいいのかな。こうなんかいろいろあるから、どの特典でも大丈夫かいね。失格なら、あ、もしねこのパジャマじゃなくて個人の写メぐらいだったら、落書き写メだったらトランプとマックも多少はあるので、それがいい人はコメントください。本当にもう今日はトータルでお腹がいっぱいとしか言えません。かわちいしか言えない。いっぱい言って、それはいっぱいよ。明日のライブお待ちしてます。かわちい大好き、ありがとう。キューしちゃう、ポケットからキュンです。今日の横顔トランプの時のシャメでもいい。あ、全然いいよ。オッケーオッケーオッケー。ディスクはトランプね、リョウだよ、おきみちゃんだよ。もうあと3分で終わっちゃうの。早いね、キュンチ、キュンときた大好き、うんうんうん、ダッテテ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 テ。あのワンピ可愛かった、本当？ジュリとおそろい、イエーイ。本当たまたま見つけて、それなんかもう何もなかったら、まあ、その日着た私服にしようって話したんだけど、オソロッチでいいのがあったのでそれにしました。メイさん素敵ね、ありがとう。ワンピース結構可愛かったよね。やっぱ着るならもうベージュ好きです。すごい最近白よりベージュが好きかも。ベージュ系の色、ベージュ好きです。すごく美味しい、美味しくないわ、可愛い。ちょっと頭がね、ネジ外れてるね、マックの一件から。あなたが一番好きです、大好きです、ありがとう。まあ色味的にもね、なんか美味しいって言っちゃった。
でベージュって可愛くない？私ベージュすごい好きですね。ベージュ欲しい。すごいペロペロ。やばい、あと1分半だよみんな。またね、47時間とかやった時とかに、まあ明日とかの配信でも聞くけど、めいちゃんにこういう企画してほしいなみたいなのがあれば、あれば教えてください。明日からベージュしか着ません。マジか。ジェスリンの黒ウーロン茶飲みたいって太陽くんが言ってる。明日の10時までやってたら死んじゃ。だってライブあるからね。ベージュは美味しい。ベージュしか着ません。ベージュいいよね。ベージュかわいい。ブラウンとかベージュとか、そういうなんか、まあ、茶色っぽい色すごい好きですね。パジャマも延長戦、延長戦はしないと思うけど。ひひ。ジェシ君まだ黒ウーロン茶残ってる。タユ君からの密告で分かったよ、今これ。黒ウーロン茶あげてもいいですか？いいよ。仲良し小良し。メイもだってアユとジュリのもらったから、やっぱみんなで分けて食べるのがいいよね。シェアハッピー。大好きだから大好きだよ。ありがとう。ずっとずっと一緒にいようね。よっ、へい、へい、やっほー。おやすみみ、おはげちゃんありがとう。一日本当にお疲れ様でした。今日は本当に今日は早く休んでくださいね。大好き、ありがとう。ちゃんと寝てちゃんと消化します。本当に。じゃあ多分私これ明日衣装入んない。おーい、タツマヤホー、明日デブでも許してください。明日会いに来てくれる人は普段よりも体積が増えためいちゃんに会えます。待ってます。配信ショールームリレー、皆さん楽しんでいただけましたか？ところどのチケットゲットしたのバレちゃった。待ってるね、すごく。めっちゃ待っとる。明日チキ取ろうぜ。待ってるよ、タズマ。それは待ってる。バレちゃったよ。会えるの楽しみにしてる。ありがとう。はった、と、たまにバグるよね、めいって。久々の所沢もあるので、来週、一緒に楽しみましょう。はい、12時間、皆さん、長い時間。まあ短いか、短い時間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。今回はあんまり過酷な配信は少なかったかなと思うんですけども、だっていつも虫とか食べさせられるからさ、罰ゲームでもないのに。ふん、ドリアン食べたりしてないしね。今回は結構比較的優しい企画しかなかったんですけども、まあこの中でこう楽しんでいただけてたら嬉しいです。またいつ次みんなに会えなくなるかわからないような情勢になっては来てるので、一回一回のライブステージ楽しんで大事にしていこうと思ってます。ぜひ皆さん会いに来てください。それでは以上、バンドジャパン飛行機の伝道師リーダーの江沢ラミーでした。また明日お会いしましょう。バイバイ。お疲れ様、ただたらありがとう。企画いついろいろお疲れ様、ゆっくり休んでね。ありがとう、たらまるおつ。バイバーイ。切ります。